さあ、行くぞ。どうも、日暮らつモンボーです。帰ってきました。ほら、このでっかいのが多分俺が撮ったやつかな、分からんけど撮ったやつかなって感じ。まあまあまあ、じゃあ、アユが 1,2,3,4,5 5匹、ちょっとちっちゃくてもうついちゃってるから持って帰って、ちょっと何しようかな。塩焼きしたかったけど、今日は素揚げをします。素揚げ作ってみます。もう塩で一回ももぬるぬるしてるからね、ちょっと多めの塩で揉んで、ぬるぬるを取る。さあ、はい。じゃあもう今、綺麗に洗ったんで、ちょっと軽く塩かけて、辛い、辛すぎ、片方でいいよ、ちょっとお目かかりすぎたからね。これ片栗粉、つけます。こうやってね、皿がちっちゃかったね、意外にね。違う、ごめん、魚が大きかったね、意外に。はい、はい、揚げていきます。大丈夫、飛ぶね。はい、全然気になったら油温度が下がるから。おいおい、完成しました。もう素揚げしただけ。風邪ひが。こちら、ドン。ピロピロ、ちゃんちゃちゃん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 。ちっちゃいのから食べてみるよ。サクサクなのかはちょっとわかんないけど、ちょっとこれだけ食べてみます。いただきます。頭から。うん。うん、わからん。もうね、ちっちゃすぎてわからん。一応サクサクはしてるよ。だって素揚げしたからね。うん、内臓取ってもいいかもね。内臓の苦さが好きって人もいるけど、うまい、うまかったです。あとはこれ家族みんなでちょっとずつ分けます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。